太郎さんこんにちは、ちょっと国債発行のことについてお伺いしたいんですけれども、まあ、国債発行なんですけど、為替とかやったら円とドル、まあ、円が買われたらドルが売られるとか、まあ、あと円とユーロとか円とポンド、円とオージードルとかいろいろな通貨ペアあると思うんですけれども、円だけの都合で国債発行をすり続けることって可能でしょうか。それをちょっとお伺いしたくて。ありがとうございます。れいわ新選組代表山本太郎と申します。皆さんからのいただいたご質問に対して山本がお答えをする、そのようなやり取りでございます。答えられないときごめんなさい、そのときには誰か助けてください、そういうスタンスでやっております。お時間ない方どうかチラシだけでもお持ちください。ありがとうございます。ご質問いただいた方、為替っていうのは日本一国だけじゃなくて、例えばだけどドル、その他にも世界の状況ってものと連動しているものだよね。例えば、そう考えると私たちが言っている通貨発行、財源は税のみならずこういった時には大胆に国債発行していっても問題がないという私たちの意見に対して、でもそうは言ったとしても通貨発行、いわゆる国債発行を行えばこの為替にも影響を及ぼす、世界中が大胆に出していないという時期に対して日本だけがやるということ、これに対して為替に大きな影響があるんじゃないのっていうご質問だと思います。はい、なかなか考えづらいのが何かって言いますと、世界中がピタリと止めて日本だけやってるっていう状況は想定できないだろうと思います。特にコロナ禍、今みたいな状況であるならば各国が通貨発行権、要は自国の通貨を持ってる国、例えば日本円、アメリカだったらドル、イギリスだったらポンド、自国通貨を持っている国であるならば今このコロナ禍に対応するための財政出動、国がお金を出すということの財源にこういったものを積極的に使っているってことですね。通貨をどんどん発行していくよっていうスタンスでやってる。逆に言えばこういう時期に日本も大胆にもっと出さなきゃいけない、私はそういう立場です。だから世界中がピタッと止まってんのに日本だけ出すっていうことはなかなかないんだろうと思います。逆に言えば世界は出してるけど日本は出し方が渋いっていうことがこれまでですから、逆に言ったら出さなきゃいけない、そういうスタンスですね。そういう話です。例えばですけれども、どれぐらい為替の値動きに国債発行ってものが、影響されていくかってことを少し皆さんに見ていただきたいと思います。2020年何がありましたか。今は2021年、去年2020年何がありましたか。コロナですよね。ダイヤモンドプリンセス以降日本の中はどんどん混乱していく状況になっていきました。このコロナ禍において1億には足りていない財源、そこに対して通貨発行を行っていく、つまりは国債発行するってことをやってますよね。2020年の中でどれぐらいの国債発行を行うということになったかってことをご覧いただきます。例えばですけれども1年間の予算、当初予算2020年度は国債発行分は 32.6 兆円です。続いて第一次補正予算、1年の予算の中で足りないよ、そういう部分を補正予算として追加してあげる第一次 25.7 兆円国債上積み、続いて第二次補正 31.9 兆円さらに国債上積み、第三次補正約20兆円程度国債上積み、ずいぶん上積みしまくってますよね。いくらぐらいになりますか。合計で2020年国債発行が決められたのは112兆円です。112兆円、すごい金額でしょ。すごい金額ですよ。1年間の国の予算上回ってるぐらいの国債発行額ですよね、これって。でこれに対して例えば金利、国債の10年もの国債の金利、これがどういう値動きになってるかってことをご覧いただくと、最初の当初予算の時には金利 0.024%、 第一次補正の時にはマイナス 0.04%、第二次補正予算では 0.021、 第三次補正では 0.041%、 ずっと低金利なんです。
権利の部分だけ見ると全く何の影響もない、何の問題もない、もっと出せるっていう数字です。でお話で2011年から見ていただいたとしても金利は下がりっぱなしです。で今お話がありました為替、この為替という部分を考えるとどうなるか、ドル円の動きです。文字にしました、分かりづらいので。去年の4月と真ん中、今年の4月で今年の夏の始まり7月、去年今年為替で並べてみても107円から109円の間なんですね。この程度で進むんだってことです。ほとんど変わんない、ほとんど日常の風景といった感じですね。だとするならば私はもっとどんどん出していくべきだろうというふうに思ってます。だって足りてないから。で世界中がピタッと止まって日本だけが大胆に出してるっていう状況はこれまでもないでしょう。はっきり言えば世界は出してるのに日本はどうして出さないの、それは多く見られてきました。